ロクテューディは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール県のコミューン。県南西部、パンマール岬ほど近くに位置する。ビグダン地方に属する。ポンラベ及びプロバナレクレスコニルと接している。ロクテューディの港は、ポンラベ川川口に位置しているので、強い西風から守られている。ロクテューディの名は、聖、テューディに由来する。1937年。 ロクテュディにやってきた夏の観光客は、ホテルや民宿に滞在したもので5000人か6000人で、あったと推定されている。ブレストが戦火で破壊された後の1945年から1960年まで、ブレストの国立海軍士官学校が、ポンラベ川のほとりにあるドゥルディに移転していた。コミューンには、少数ながら、依然として、ビグダン地方の典型的なコアフを身につけて生活する。 女性たちがいる。トロール漁船の集まる漁港、ロクテュディは伝統的なロブスター漁の漁港で、ロクテュディサンドブスターは、ロクテュディのお嬢さんと呼ばれている。2006年から2012年にかけて、セリにおける売上高は、約3100万ユーロから1000万ユーロ、約67.9%減少した。2012年度、ロクテュディは国内で21番目の漁港であった。 年間の水揚げは2992トンで1キロあたりの平均価格は3.35ユーロであった。マリーナは1991年に完成し、1998年に拡張された。692のマリーナはブルターニュ南岸のマリーナの内西にある。県の西岸に向かうにはパンマールの岬を通過してラド山を探す必要がある。ラ岬の南にある最後の港が オディエルヌコーで、ここからカマレシュルメールやドゥアルヌネへ行くことができる。海岸沿いに、東へ向かうと、コンカルノトベノデである。南へ向かえばグレナン諸島である。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE サンテゥデ協会。ありがとうございます。